皆さんこんにちは、西村直樹です。今日もウィナースタジオからお送りしています。今日2015年12月の27日日曜日、今日の通話の言葉はありがとう、ごめんなさい、愛しています。ありがとう、ごめんなさい、愛していますです。そして今日の BGM は ザ・東京みかん、田の子みすゞを歌う。その中から誰が本当です。このザ・東京みかんの子供たちが歌ってくれているんですが、もともと田の子みすゞ、大正末期の天才と言われた童謡詩人ですけれども、童謡である、その彼女の詩に触れた時にですね、あ、童謡が書けるかもわからないというふうに、まあ、それはアメリカで、宇宙物理学者の佐治晴夫先生と児童文学者の柳節夫さんとの教えられた金子みすゞの大量通信に出会った時に、その思いが読み上がってきたんですね、湧き上がってきたわけです。そうした中で512編、彼女が残した詩全てに作曲を6年半かけてしました。そのために今住んでいる愛媛県松山市から道後温泉のすぐそばですけれども、子供たちの思いが残る高知県の俳句探しを始めました。高知は私の父親までが代々、西村家は高知県の宿毛の生まれなんですね。そういうこともあって西直樹の、私自身の詩の中には土佐の地が入っているとずっと言われ続けてまして、いつか土佐に住んでみたいというあったわけです。そして、空港から1時間くらいで行けるところの俳句探しを始めました。そして見つかったのが安芸市、室戸寄りの市ですけれども、この当時の市長、小松市長が非常に西に開運を誘致を進めていただいてですね、旧畑山小中学校を改装して、滑るようにしてもらって、冷暖房も入れてもらって、そしてお風呂もつけてもらって、水洗トイレもしてもらって、そしてスタジオも美しくてもらって、本当に素晴らしい、スタジオになりました。そこでこの田の子みすゞの詩を作ったんですね。これが裏側ですけれども、中身はこんな感じですね。そしてこの子たちが歌ってる詩が残っています、載っています。ちゃんと乗っています。24.1 が全部掲載されています。演劇集団ザ・東京みかんが歌う田の子みすゞの世界、まだしばらくはお送りしたいと思います。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。